レギンスは私はあまり好きじゃないです。上も下もすごい寒さとか気にしすぎてなんか分厚くなっちゃうところかな。普通のスカートになんか黒いレギンスとかスパッツだとやっぱりあんまり可愛くないイメージがある。ストッキングとかベージュとか薄めの黒なら可愛いと思います。分厚いのはあんまり好きじゃないけど、柄物とか色味をなんかいっぱい取り入れすぎちゃうとごちゃごちゃしちゃうかな。上が柄だったら下はちょっとシンプルに無地な感じにしたりとか、まあ逆も下がチェックだったら上を無地にしたりとかしてます。ロングスカートに靴下を合わせちゃうとかバランスが悪いとか、全体的にモコモコしすぎるとなんか膨張して見えちゃうから、ワン箇所だけモコモコしてるものを使えばよくはなると思います。ローラが好きです。ローラはなんかもう何でも着こなしちゃう感がすごいと思います。小松菜奈ちゃん、菜奈ちゃんはどんな服着てもすごい似合うんですけどかっこいいと思います。小島春菜さんです。可愛いのもあるしすごいおしゃれだなって思います。石原さとみ、顔が整ってるから何着ても似合うと思うんですけど、自分の好みと合った服をよく着てるから。女優さん山本美月、スタイルがいいから何でも似合うなみたいな。石原さとみさん、年齢に合ってて落ち着いた服を着てるから。エンジ色が流行ると思います。私もエンジ色だと思います。レオパード柄が今来てると思います。茶色、ブラウンとかこういう紫っぽい色味のあるものが流行るんじゃないかな。オーバーサイズのベージュとかオレンジ系のトレーナー、秋っぽくしたいので茶色取り入れて、あとここの襟のひらひらがあんまり他のデザインにはないと思ったので着てみました。綺麗ね。もう秋なのでブラインを取り入れてレザー生地で可愛くしてみました。綺麗め系。秋なんで、あ、でもあんまり暗くなりすぎると可愛くないかな。ちょっと明るめで来ました。あの切り替えがないとすごい寸胴になっちゃうのでここで切り替えるためにしてます。綺麗めです。秋なのでチェックの帽子とかを取り入れて秋っぽくしてみました。大きめのデニムを着ました。デニムが大きいから中はちょっとぴっちりしたやつ着ました。カジュアル系。今日はバリダスオリジナルのジャージと帽子で、白と黒でシンプルにしました。はい、今日はボーイッシュ系にしました。